いつもご視聴ありがとうございます。風呂なしジジです。私は現在動画の前半に解説をつけることにより資料価値のある図鑑のようなチャンネル制作を目指しております。本日お送りいたしますのは2000年から2001年の OHK ローカルコレクションです。それでは行ってみましょう。チョビタドリンクは大砲薬品が1964年から販売しているロングセラー商品である。長嶋正興氏はミスタージャイアンツ長嶋茂雄氏の次男であり、元レーシングドライバー。本 CM が長嶋正興氏出演の唯一のものとなる。金ちゃんヌードルは徳島市に本社を置く徳島製粉が1973年から製造販売を手掛けており、金ちゃんという名称は製麺に使用されている小麦粉ナルト金鶴に由来している。なお本 CM は当チャンネルの金ちゃんヌードルまとめにも収録している。アーツネイチャーは1965年創業のカツラメーカー。この CM のマープ増毛法は1984年に完成した施術方法である。ちなみにモデル出演している競輪選手中野浩一氏は2005年に植毛手術を受けており、現在カツラは使用していない。2000年に向けソシミエールは京都に本社を置く、セレマが経営する結婚式場であり、当初はソシミエール玉姫殿という名所であった。現在は同所在地において葬儀専門の会館へと業態変更している。アウディはドイツの自動車メーカー。現在はフォルクスワーゲンの子会社となっているが、成り立ちは1909年創業の自動車メーカーホルヒが始まりである。本 CM の1998年デビューの TT の斬新なデザインは当時世界から注目を浴びた。宗家源吉兆庵は岡山発祥の和菓子製造販売会社である。創業は1946年であり、当初は桃の屋本舗と名乗っていたが、1977年の会社設立から源吉兆庵という名称になった。この年2001年に OHK のロゴが手書き文字に変更された。本 CM は岡山県西口にあるフォーラムシティ、ママカリフォーラムで OHK がクリスマスイベントを企画した時のものである。アイラブカフェは OHK が放送する情報番組。2001年当時は10時台の帯番組でもあった。当時のメイン司会者は上岡伝アナウンサー。フェイスアップは現在ネット上に情報がなく、過去に岡山市北区に存在していたフェイスアップビルが関係性が高いと思われるが、現在はビューティーミュージアムビルと名称変更されている。情報をお持ちの方はコメント欄にお知らせいただけると幸いである。四国フェリー株式会社は1956年設立の海運会社。映像の船舶は第72玉高丸、2代目スーパー丸、第7小豆島丸であると思われる。三沢ホーム中国は1971年に三沢ホームの販売代理店として山口県徳山市に設立された。本 CM は2001年12月28日放送の中心蔵47分の1のスポンサー CM であり、中心蔵と中心蔵をかけたものとなっている。フェアレーンクラシックは本 CM が最高級のものになると思われる。すでにプロデュースバイアニパラとの表記があり、この後建物はそのままに当時の緑色の外壁をベージュに塗り直して現在はアニパラの看板を上げている。高松競輪場は1950年に香川県高松市に開設された。マスコットキャラクターはチーターのチータカ。ちなみに銭形賞レースは12月27日より3日間開催されている。小島競艇場は1952年に岡山県小島市現倉敷市小島に開設された。マスコットキャラクターはアヒルのガーコ。2002年1月開催の岡山県モーターボート選手権大会では平尾孝則選手が2連覇を達成している。公営堂本店は1956年安政3年に瀬戸物屋からお菓子屋に商売買したことを起源とする。 CM のイラストは絵本作家の五味太郎氏の作品であり、現在もこのイラストパッケージが使われている。善通寺は平安時代初頭の807年に創建された和歌山県の高野山、京都府の当時とともに弘法大師三大霊場に数えられている。境内にある県の天然記念物に指定されている2本の大楠は圧巻である。加賀三菱自動車は1959年に設立された三菱系自動車ディーラーである。イオンモール倉敷は1999年9月に開業した。売り場面積 21,709 平方メートルの大型ショッピングモールであり、コラレ工場跡地に誘致された岡山県初のイオンモールである。服部良一と佐藤八郎は昭和歌謡の黄金期を作った名コンビである。この二人の1941年の作品であったオペレッタ桃太郎はこの年の大東亜戦争突入に伴う娯楽放送禁止により封印されてしまった。真珠湾攻撃から60年経った2001年にこのオペレッタの楽譜が服部良一宅で発見されたことから、岡山シンフォニーホールでの公演実現の運びとなり、これが実に初演ということになった。ただいまチケット交渉発売中。勝負の厳しさ教えてくれた人がいる。挑戦し続ける人に愛情一本、チオビタドリンク。今度の金ちゃんヌードルは塩らしい、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 素晴らしい。ピリッと塩味、金ちゃんヌードルうまいっすよ。35周年記念ちょっとでもキャンペーン。マープ増毛法は一本一本丁寧に増毛、少しだけ増やしたい方に最適。今なら1本10円でお試しいただけます。1本だけでも OK。 2000年に向け二十歳のお色直し、今輝いているあなたへ、
いろいろなテーマを織り込んだ新しいスタイルの披露宴会場、ウェディングホールソシミエール。アウディ正規ディーラー、アウディ岡山、倉敷、高松、福山。この国には豊かな実りがあります。実りをめでる心があります。季節の果物が主役の和菓子、宗家源吉兆庵。2001年冬、 OHK より愛を込めてウィンターカーニバル開催。あれ、山本さんも竹下さんもどこ行ったのかな。あ、そうだ、ママカリフォーラムだ。12月22日土曜日はアイラブカフェ年末スペシャル、ママカリフォーラムから生中継だよ。会場にも来てね。よし、僕も行こう。あ、よいしょ、ウィーン。高松宇野、小豆島岡山、瀬戸内を結ぶ四国フェリーグループ。三沢ホーム中心グラフェア。こんなに収納が、家の中に蔵がある。うん、見事じゃ。中心蔵の三沢、詳しくはお近くの三沢ホーム中国へ。ボーリング、ゲーム、カラオケ、ビリヤード、本気で遊べる話題のアミューズメントパーク、フェアレース倉敷。大人になってもしっかり遊ぶ、倉敷。週末レジャーガイド。高松競輪では明日、観音寺競輪銭形賞レースの場外車券を発売します。またヤンググランプリ2001の場外車券も11レースのみ併売します。小島協定第28回岡山県モーターボート選手権大会は元旦の1月1日から開催。ご覧の強豪メンバーが水面いっぱいに熱戦を繰り広げます。1月1日から開催の小島競艇にご期待、ご来場ください。桃太郎くん。はい。赤鬼さん。はい。海坊主ちゃん。はい。おいしい世界広がります。みんな大好き光栄堂本店の元祖きびだんごシリーズ。光栄堂本店。四国霊場第75番札所、弘法大師のご誕生所善通寺。厄除けの祈願を込めて特別大護摩供養。初詣は総本山善通寺へ。今度の土日は鏡中心自動車。年末は披露宴。新しい年は新しい肌着で迎えてほしいから、ブランド肌着をお求めやすく、イオンだからお届けできます。歳末大一年イオン。作曲服部良一、セリフ佐藤八郎。丹精込めて書き上げ、太平洋戦争の開始により封印されていたオペレッタが60年の歳月を経て2002年長い旅から帰ってきた。オペレッタ桃太郎、2月9日10日岡山シンフォニーホールで開催。岡山の皆さん、私の桃太郎、ぜひ見に来てください。ただいまチケット好評発売中。